嘘も今外で花火やってます。どうもオカリンです。さあ今回もポケモン SV やっていくわけですが、今回はリベンジ戦ということで、ちょっとレベルをね一通り50ぐらいまで上げてみました。まあ上げすぎてもぬるゲーなんてつまんないからね。というわけでこのレベルでもう一回再チャレンジということで、なのでまずはパワハラマンがパワハラマンに進化してもらって、でおまんじゅうがね新しくまたやらしい技を覚えたんですよ。こちら毒ビシ、あのフィールドに毒ビシ巻いて出てきたやつ全員毒にするらしいのよ。そこにネバネバネットを巻いて素早さも下げてっていう最強のムーブかましたろかな思います。よし行くぞ。さあまずはクイックターンで帰ります。オッケー、素早さ上回ってる。与えるダメージはそんなに変わってないな。まあ受けるダメージが減っていればそれでいいから。でここでおまんじゅうで帰るのは良くないのよ。あ、ほんで松崎自信を覚えました。これは強くないですか。ちょっとこれでいこっか。よし、威力100食らわせてやれ。これは余裕で耐える、何の問題もない。さあここでどうだ。うわっ、よーし、危ない危ない。いいよ、ワンパンでいけへんか。なんでいつもそのちょい残しすんの。ちょい残しようないで、ほんまに。ここか満タンにしてさ、瓦割りワンチャン半分残るんちゃうか。そんな気してんねんけど、どうやろう。あのヘリ見てた感じ、黄色までいかんと思う。行くんかーい、黄色まで行くんかい。あ、かいかいかい。耐えろ。大変のかい。はい、じゃあニトロチャージで倒しときます。ここはさすがに入れ替えられたやんな。これ入れ替えられるはずやねんけど、最後のポケモンだけ入れ替えられへんはず。ほら、投げつけざる来るから。オッケーオッケー。ここはおまんじゅういきます。毒火、さっき毒火しの方がいいやな。で、この最後のなんとかモービルは多分状態異常とかそういう継続ダメージが入らんタイプやと思うから、もう多分毒も関係ないと思う。よし、ナイス耐え。これネバネバネット負けへんな。岩が受けられるやつが松茸死んじゃってるから、まあできれば、ああ無理だな、無理だ。ここは多分もううちの方が早いと思うから、アクロバット。オッケー、半分は削れる。岩石封じも耐えるでしょう。もうやり直していい？完全にミスった気するわ。オッケー、ちょっと作戦変えます。まずクイックターンで帰ります。まあ、ここは一緒やね。満タン状態でパワハラマン戻るやろ。ほんで相手毒付きしてくるから、おまんじゅうは毒効かへんと思うね。で、あいつの瓦割りも多分そこまで効かへんと思うね。だからおまんじゅういきます。だって虫ってさ、毒持ってるやつが多いやん。だから今一つのはずって。そんなことない。しかも毒なってるやん、お前。なんで虫が毒になってんねん、おかしいやろ。ちょ待って、これ毒ずあれだけやらして、毒ビシだけ。あかん、これ耐えるかな。あかん、46大変気すんな。ちょ待って、これだけ、これだけお願い、これだけ、これだけ、これだけ。ナイス耐え、よし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 。さすがおまんじゅう、我らのアイドル、我らのアイドル。毒ビシだけ任せてください、お願いします。よし、マジでおまんじゅう、お、しかも自力で直した。なんてやつなんだお前、おまんじゅうなんてやつなんだ。素晴らしすぎるだろう。ちょっと待て、でもおまんじゅう耐えたところでしゃあないんやけど、お前耐えたところでしゃあないんやけど、お前んで松茸が多分瓦割りで微妙やから、スネオかな。いや、几帳面でもいいのか。几帳面でいくか。で、2匹目の投げつけ猿の時にスネオ行くわ。あいつ岩石封じ持ってるから。暴風当たるかな。これ当たったら倒せるんやけど。まあ、もう外すよな。もうなんなん。なんなん、もうここで半分削られんねやろ、また。ほらー。なんで毒なってんねん、ほんで。毒ばっかなんなん。もう、次当てろよ。次当てろよ、絶対。当ての話ならへんねんから。もう、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 え、もう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 、
もう一回やるから。オッケー、もう初手完璧な流れ見せたるわ、みんなに。これがもう5回やり直している俺の完璧な初動。任しとけ。ほんで、ここでまず毒付きしてくんね。毒付きしてくるから、それを真っ先で受けます。せやろ?で、これちょっとしかいらへんってな。ほんで、これ喋んねん。ほら。これベラベラ喋りよって。で、次、瓦割りくんねん。確実に瓦割りが来るから、几帳面瓦割り聞かへんねん。これで変えるわ。これでノーリスクチェンジが実現するわけ。お分かり?おい、行ってこい。瓦割り来るから。ほら、な。ほんで、今一つ。素晴らしい。ほんで、やけどを負うねんな。完璧。いけ。よし!投げつけざる来るから、あいつは岩石封じを持ってる。だから、スネオか、おまんじゅう出さなければならない。おまんじゅう行こう。な、お前は毒菱だけ負ければいいから。あなたの役目をそれだけ。あとは仲間に任しなさい。行っておいで。さあ、もうそれだけでいいよ。ワンチャン外したりしてきたら、ネバネバネットも負けるから。ねえ。命中 100% かもしらんけど、ワンチャンなんかの手違いで、あ、おまんじゅう可愛いなって思ってくれたら、ちょっと狙いがずれちゃうかもしらん。それにかけよう。な。ほらほらな、ちょっと可愛くて手元緩むねん。うちのアイドル、この下からの投げ見てや。スン、もうタンスの下の埃を掃除してるかのような。はい。よく頑張った。よく頑張ったおまんじゅう。2個も投げれた。これは決めるしかない、ここで。毒で倒すのはちょっと毒じゃないから時間かかるんで、もうここは、行きます。一発撃ちます。オッケー。で、インファイトやろ?せやねん。これはもうしゃあない。マジでこいつだけ倒しとけばなんとかなるから、ニトロチャージはちょっと怖いよな。ニトロチャージちょっと怖い。倒せへんかもしらん。これ倒します。よし。順調順調。鋼なので、塩漬けで、完封します。で、奴の波動弾もレベル上がってるから、耐えるはず。塩漬け入れます。波動弾来ます。これ耐えます。ナイス!そうや!それや!やはりレベル上がるのは伊達じゃない。素晴らしい。あと鋼じゃないから、あいつ毒になってへん。それは聞いてない。待てよ、ここで波動弾は、入れ替えて几帳面は耐えるのか。いや、几帳面を減らすわけではいかない。マスタケは、最後のポケモンに有効打がないから、回復します。塩漬けで倒します、あいつはもう。錆びまくれ。錆びてその獅子が動かんようになるまで、虫歯でやる。急所には当たるな。よし。よし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 。よし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 。あと3回やな。オッケー!ナイス削り切り!いいぞ!ほんで、最後?もう最後か。あ、もう最後や。最後だ、最後だ。で、こいつね、殴れば殴るほどどんどん硬くなるから、特攻で行くべきなんやろうけど、うちあんま特攻ないねんな。毒になってくれたら言っちゃえねんけど、こいつ鋼やもんな。あ、自信抜群じゃないんや。これどない倒すほんま。あ、思念の続き抜群や。思念の続き抜群なんやとしたら入れ替えたかったな。防御下がる前に、上がる前に。てかもう死ぬかこいつ。ホイールスピンって何。うわー、あ、抜群や。へえ。あ、素早さがガクッと下がったやって。アホちゃう。アホやあいつ。よし、じゃあ行こう。ここでパワハラマン、あなただけ一人活躍するのは許しません。しっかりみんな平等に出る杭は叩きます。パワハラマン誕生。マイティチェンジ。ひるませろ。いけ。よし、こっちの方が早い。いけ。パワハラパンチ。よっしゃ、めっちゃ削れる。ひるめ、ひるめ。ひるめ。あー、あかんか。お、耐える耐える耐える。いいぞいいぞ。なんで麻痺すんねん、お前。なんで麻痺すんねん。あかんて。出ろ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 、オッケー。試練続く、パワハラパンチ。うわ、どんどん固なっていく。ありえへん。ありえへん。
うー、ギアチェンジか。やばいなこれ。うーわ、素早さ上げられた。終わった。もうちょっと、もうちょっと削ってくれへん。もうちょっと、お願い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 。おーしよしよしよし、出ろ出ろ出ろ、オッケー、パワハラビーム、よし。きつっ。でここで麻痺も一気に回復する、回復の薬、これを持ってますんで、私回復します。なんだこれ、あ、素早さが下がるやつや。アホでーアホでー、どうした、キールでも狂ったかお前。あんだけお前ファイトアクセルしかせえへんかったのに。はっはっ、パワハラの前にお前は正常な考えをすることができない。なんでやねん。あかんあかんあかん、あかんあかん、攻撃上げられたらまずいんやって、それ以上。うわ、まだギアチェンジすんの、ワンパンで仕留める気や全部。ワンチャン暴風で死ぬ相手。てか素早い、抜けへんわ。抜けへん。もう異常やろこいつ。オッケー、今回ちょっとね、ことぶきを壁役で持ってきました。そのおかげ、てか別に関係ないんやけど、ここまでね、こんな感じでほぼほぼ残すことに成功してます。なのでちょっとこのことぶきを壁にしている間に周りを回復させていければなという感じですね。オッケー。やっぱなかなかすごい体力あるからねこいつ。ほら3回耐えてくれんのよ。だからここで全員回復満タンにしておいたら、あら不思議、全開しちゃいましたと、そういうシステムなんですね。オッケー。さあ残り5体残ってるよこっち。で、できれば几帳面でブロロローも相手したいんやけど、あーでもニトロチャージしかないのか。スネオで行くか。行ってこい。で、こいつ検証の結果ローキックで一撃なんよ。ここ波動弾食らう。はいはいはい、これローキック一撃やね。なんでさっき一撃やったやん、さっき一撃やったやん。いやでもこれはいい、逆にこれを待ってたまである。なんでこっちの方が早い。あれ、なんでこっちの方が早なってんの。あれー、俺ここでさ几帳面に入れ替えて、完璧な状態でブロロロームに相まみえたかったのよ。こいつにギアチェンジされる前に俺は攻撃したかったから、少しでも几帳面のターンを長くできればと思ってたんやけど、まさかの来てしまいました。なのでアクロバットで、もうほらよな、やんな、さっきもせやってん、これカットしてるけど、スネ夫と対戦したらもうこれ絶対ギアチェンジしよんのよ。そこでギアチェンジされると几帳面がワンパンで殺されるからあかんねんて。オッケーオッケーオッケー、はい、これは死ぬ、いいよ。さあ几帳面頼むで、暴風当ててな。カットした時暴風2連続外してるから、2回打てるチャンスがあるんやから、2回打てば相手は瀕死になるはず。当てて、これは耐えんねん、そう耐えんねん、これは当てて。なんで当たらへんの、だから何回外した気すむねお前、当てろ。当たる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 、はい、よし来た。あーまあ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 削れてる、そう防御上がっちゃうから。でここでワンチャン回復入れれば、俺もう一回打ってみたいな永久期間できるぞ、ギアチェンジさえしてこなければ。お願い、オッケーオッケーオッケー。ここでまず緑で残るやろ、そう緑で残んねん。ほんで俺は棒、いやもうアクロバットでいいか、変なことせんとこ、変なことせんとくわ、ちょっとでも削るわ。うーわもんな、わっけわからん、出るやんな、よし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 。あでもあれや、アクロバット物理やった、せや物理やった、足食った。もう回復の薬いくわ、次暴風当てれば倒せるから、暴風当てれば倒せるんやで。几帳面頼むわ、お願い、はいはいはい、これは問題ない。さあ行くよ、風起こすよ、嵐巻き起こすよ、
いけ。もう何してんの、わけわからん、わけわからん、わけわからん、お前。あ、わけわかる、わけわかる、ごめんな、なんか悪いこと言うて、ごめんごめんごめん。お前、お前なりに頑張ってんねんもんな、貴重面な。せやねん、彼は自分なりに頑張ってはんねん。なんとかしよう、なんとかしよう思て、ここも緑で耐えてんねん彼は。ほら、ツーパンで死ぬまいと。お前だからさ、直すのはいいんやけど、まひるなって、頼むわ。出るやんな。何してんねん、頑張んのはいいけど、努力の方向性で頑張ってはんねん、几帳面頑張ってはんねんな。せ、彼なりに努力してはるから、それがなかなか報われへんだけやな。相手が悪いな、これは向こうが悪いねん。お前のがあばっかで、来た来た来た、素早さ下がっちゃって、俺の方が早なってんちゃいます。おいー、はい、ナイスー。いやー、これは几帳面頑張ったと言わざるを得んでしょう。マジで超頑張ったよ。で、一応ね、かんぴょうも持ってきてんけど、かんぴょう使わへんかったわ。マジで前半の流れが完璧すぎて、みんなごめんなさい。マジ、ことぶきの壁が優秀やった。みんな回復できるから。1年と数ヶ月前、ごめんなさい、やりすぎちゃったかな。気にすんなって、実戦形式のトレーニング頼んだの僕らじゃん。でも謝罪の必要などござらぬ。琵琶殿の稽古のおかげで手だれ街道まっしぐらゆえ、俺も琵琶さんがいなかったら進化できなかったもん。マジボスも琵琶姉のおかげで一面こと戦えるって言ってたな。ほんとマジ感謝だよな、スター団の鏡。うふふ、そんなことないよ。え、なんかキャラ違うんやけど、どないしたんどないしたん。たださ、練習始めてもう4時間、俺そろそろ限界だよ。あ、ごめんね。じゃあみんなは休憩、私はランニングしてくるよ。我らは交代でトレーニングだが、琵琶殿は常時誰かを指導、その体が心配にござる。シュウメイ君ありがとう。最近ね、どれだけ疲れてもどれだけ泣きそうでも平気なの。みんなで一緒にジンバッチ真似して段のバッチ作ったでしょ。あれを見るだけでね、力が湧いて頑張ろうってなるんだ。頑張ったけどダメだった私。そんなことない、ビワちゃん、そんなことない。わー、でっかいなー、お姉ちゃん、でかいなー。何センチやんでもこれ2メートルぐらいあるんちゃうか。イエーイ、まあ、なんだかんだ仲良しみたいなね。いやー、その顔ね、剃ってほしいなー。どんな顔してんやろな。何者取ってくれる。あ、出た、インファイト、これ最強やねん、マジで最強やねん。さあ、脱走大作戦のオカリンさん、戦って分かったけど、あなた嫌な人じゃないよね。あなたのポケモンたちがあなたを見る目で分かったんだ。ただ少しの間私のことを見ないでほしい、ちょっと辛くて。ううああ、泣いちゃった。わあ、泣いちゃった。バッチあげてもうたからかな。バッチなくなったから泣いてもうたんや。ゲート前で戦った団員だ、話をしたくて来てもらった。話っていうのは、あんたは他の下っ端とはボスに対する接し方が違う。その理由教えてくれないか。目立といわね、いいわ、話すわ。私、ビワちゃんを疎ましく思っていたの。美人でスポーツ万能、トレーナーとしても優秀。入学してすぐビワちゃんは人気者になった。それまで一番人気だった私を追い越して、どこが一番人気やねお前。ボブと一緒の体しとるやないか。何の個性もないぞ。それで嫌がらせを。ええ、クラスメイトに呼びかけていろいろと。本当にバカだった。でも所詮子供の遊びをね、飽きたら次の刺激が欲しくなる。すぐにいじめのターゲットが私に変わったわ。因果応報よね。でもそんなバカな私に美和ちゃんは手を差し伸べてくれた。居場所がないとしんどいのよねって、私をスターダーに誘ってくれたの。いじめてた本人よ。すごい女性だな。
本当にそう思う。団に入ってからは楽しかった。スター団がいじめをしているという噂もあるが、今までの話を聞いてもそんな風に思うの？いや、それは今の私があるのはビバちゃんとスター団のおかげ。私たちの大事な宝物取らないで。わあ、ええやつやんな。めっちゃええやつやん。じゃあこれで最後のアジトも気になるな。どういう展開なんやろな。オカリン、ビワカラーボスの証ダンバッジをもらったようだな。イエス。ふむ、確かに。これでボスがいなくなったカーフは解散に近づいた。ビワ、すまないな。いよいよ残るボスは一人。作戦がうまく進んでいるのはひとえにオカリンのおかげ。ネルゲもサポートとしてとても活躍してくれている。お前たちは知り合いと言っていたが、付き合いは長いのか？いやー、別そんな、入学したてですからまだ大手1週間ぐらいちゃいます。ほんまに、いずれにせよ頼もしい友人だな。まるで昔のみんなみたいだ。昔学校でいじめられてた子たちがスター団を結成したことは知っているな。団を結成ししばらくしてボスたちはいじめっ子たちと全面対決を行った。結果はスター団の大勝利。いや、勝負にもならなかった。いじめっ子たちは皆戦いを放棄したんだ。スター団を恐れていた彼らは次々と学校を辞めていき、そのせいで団員たちは周囲に悪い印象を持たれてしまったんだ。はあ、そういうことか。なるほどな。正義が悪となっちゃったんだ。力が強すぎて。いや、それはいじめっ子たちの作戦だったのかもしれないね。うん、ここで俺たちが勝ってしまったら、いじめっ子はいじめっ子のままやけど、俺たちが降参することによって悪者を押し付けると。いじめっ子はとことんクズだな、本当にもう。ダメだな。よし。補給班な。はい、いらっしゃい。来たけど。あギャスチュワス。ああ、あんたは出てくんな。おお、くんくんくん、うわ、くんくん、実家の芳香剤の匂い。ああ何されたんやろうな。寝てるやん、疲れて。満足したんか。いじめをなくしたかったのに、今では自分たちが恐怖の対象。マジウケる。先生も生徒もバカばっか。みんながいじめられてた時、他の誰か一人でも気づいてたら、スター団は悪者じゃないよってすぐに分かったはずなのに。そんなバカばっかな学校で戦ったってみんなバカ見るだけなのに。スター団なんか作っちゃって、マジボスってのもきっとどうしようもないアホだよ。めちゃめちゃ言うやん。そうかな。そうだよ。あ、今回の報酬、落とし物たくさんもらった。はい、頼まれました。頑張ります。さあ、と言いますことでね、続いてのボス行く前に、ジムが2つあって、その奥にあるんですね。一番遠いところなんで、まあおそらく彼が一番強いんじゃないかなと。そしてそろそろここから、いや、こっちからの方が近いのかな。うん、こっちからちょっと氷のジムの町まで行ってみようかなと思います。さあ、ポケモンはおまんじゅう戻しますと。いや、マジでおまんじゅうびっくりするぐらい弱いからさ。どないしようかな思うんやけどな。どうしよう。さあ、このプルピケ山道を登っていった先にあると、あれか、あの雪山んとこやな。正直こっちの洞窟が正規ルートかな思うんやけど、この関係ないのな。あ、でもこっちに道あるわ。ナッペ山、ナッペ山、来た来た。さあ、知らんポケモンがいたら捕まえていこうの巻よな、これ。ここをこうやってね、ぐー登っていったら、ほら、普通に行けんのよ。ギョンギョンギョン、おい。うわー、すげえ、このこれなんていうの、これ途中からさ、雪がこう積もって、この境目、この境目めっちゃ弱ない。この境目好きやねん俺。あ、ニューラや。これあれ、カタツムリやな。これカタツムリ。
これは？あれ？クマ立ってるやん。あれ？これちょっと寝てたやつじゃないの？ネッコアラとかいうさ。ちゃうんかな？お前虫、どこにでもおんねんけど、この虫。ユキ大丈夫な？デリバードや、ナッツ。デリバード、あ、雪晴らしな。鬼氷かわいいよな。危ない。なんやこれ。あ、芽吹き鹿ってやつやったっけ？なあ。今週のチャオとかに乗ってそうな。え、レベル低ない？え？レベル低ない？せや、確か氷のジム、30なんぼで俺ビビってたから、あれ？もしかしたらめちゃめちゃ弱い可能性があるぞ。ドータくんやろ？待てよ、これジム大丈夫か？クソザコの可能性があるぞ。これはテーブルやな。うん、目新しいポケモンはそんなにおらんって感じやな。雪の王は群れがいる。ここ氷一気に登ってみよっか。いや、登れへんのか。こっちからこう回らなあかんぽいな。は？うわ、なにこれフリージオやったっけ。めっちゃかっこいいな。じゃ見てみようぜ。これの進化俺なんか手持ち入れてた気すんねんな。ちゃう？フリージョ、37やろ。わ、これも俺、ワンパンしてまうんじゃん。わあ、ワンパンしてまうわ。あかんのか。これの進化なんか、ただ顔面がでかくなりましたみたいな。そんな感じやった気する。あ、もうついてもうた。え、早っ。もうついたぞ。いらっしゃいましたー。ここがジムのバトル場な。あれ？狭くね？あれ？街なんもないやん。なんじゃこら。ポケモンセンターとジムしかないんやけど。マジ？え、で、ジムミッション何これ？スキーとかさせられんのかな？いや、ワンチャンこれめっちゃ弱い可能性あるな。だって周りのポケモンに合わせてくるから、40ぐらいなんちゃう？ここのジム。そこまでのバッチ集められるの1割もいないんだよ。そうな。さすが私が見込んだトレーナーだ。そうかな。そうだよ。最初に戦った時強くなるなって分かったもん。そうだ。ジムに挑む前に、ウォーミングアップはどうかな。いつものあれ、やっときますか。あ、拒否権ない。なんで？泣かしたかったのに。根も泣かしたかったのに。無理ーって言って。え、そんな、みたいに言わしたかったのにな。んじゃかパーン。ここで戦うんで、何それ。うんじゃかパーン。間違ってる？テロップ。バトルコートはこんな感じか。要チェックだね。ポケモンの足の踏ん張りとかにちょっぴり影響あるかもでしょ？強引に連れてきちゃったけど、自分前の準備運動ってことで。実りある勝負しよう。うわぁ、断れへんのか。まあ、じゃあ今回こいつと戦って、終わりって感じやな。さあ、レベル的にはどんなもんですかと見してください。6つのバッジ、その実力見させてもらえる主張だね。噛んでないです。42、あかん。ちょっと弱いぞこれ。順番間違うたか。いや、前難しいよなこれ。順番ぬるげーになっちゃうのはもうしゃあないな。かといって、こう、右を一周ぐるーって回るタイプやったら、今度左の最後で簡単になるしな。まあ、正解はわからん。それがオープンワールド。わからないから面白いの。ね、ももそう言ってる。よし、言ってないか。言ってないな。パーモット、こいつ電気やな。電気やから、松茸、行ってみよう。あ、なんか、え、進化してる？あれ、こんなんやったっけ、パーモットって。ピカチュウの、ライチュウのパチモ、中国版みたいな。そんな見た目してんな。うぃー、ワンパーン。ヌメイル。もうこのままでいいか。めんどくせえか、このまま行くぜ。ほら、なんでもええわ。お前も自信じゃ。おい、耐える。自信最強。わ、耐えてきた。やるじゃん。うわ、まだ竜の波動や。そんなんじゃワイは死なんぞ。効かぬわ。
ヌメルゴンで進化してから出直してこい。うい。さあラストはまだあいつかな、ホゲータかな、ラウドホーンな。はいはいはい。じゃあここはせやな、まあ失礼やし、スネ夫大事しとくか。御三家対決としゃれ込みますかねえ。はい、よいしょ。ギリギリの攻防ゾクゾクする。最後まで分かんないよ。分かってます。全然ですよ。私一人も落ちてませんよ。よっしゃ、もうこれでいくか。テラサルにはテラサルぶつけます。あ、キラリンチョキラリンチョチョチョス。ここからが楽しいの。光ってテラサルオーブ。せやねん、ここからが楽しいねんな。お互いがテラサルバトルで、お互いが技を出す、そのテラサルの技を出す瞬間が一番面白いねんな。だから頑張って耐えてな、俺の攻撃一回ぐらい耐えて。俺まだお前の攻撃一回も見てない気するからな。どんな技使うん、見して、頼むわ。はい、お疲れ。あれ、ちょっと待って、なんかおまんじゅうレベル低なかった今あ、違うおまんじゅう連れてきたかもしらん。あかん、全然違うおまんじゅういるぞこれ。あかんあかんあかん、この勝負私の負け。すごく強くなってる。いいね、もうそろそろだね。オカリンもポケモンも体温まって準備万端だ。お礼にこれどうぞ。あ、これでかい。満タンの薬マジでマジで欲しかった。よし、ちょっと待って、ほら、おまんじゅう36やん。パチモン混じってるって。ややこしいややこしい。どこ、こっちか、こっちや。よし、さあと言いますことで今日はこれにしときましょうかね。ここのジムミッションちょっとわからんけど、まあ探検系やと思うんですよね。と言いますことで、次回の氷のジムリーダー、絶対女の子、可愛いなと思った人、グッドボタンよろしくお願いします。ほな、お疲れ。バイビー。